いいですね、この辺なんかお店もいっぱいあって。そうそう、なんかね、ポンポンポンって気になるね。うん、海屋さん、スナック山道風来坊、まさの。あ、ちょっと入りたくなりますね。ちょっと風来坊は入りたくなりますよね風来坊だけにねなんですけど、今日はね、西村さん、はい、私たちはこちらのお店に祭りそうなんですっていう感じのところですね。実は、はい、私たち放送のね、近くにも引山祭りがありますので、はい、引、はい、山祭りのことにちょっとこう夢中になりながら、お祭り用品を見たいなと思っております。あの引山祭りのバーンとしたポスターと、いいですよね。祭り用品店ってボーンと書いてますね。祭りか。そう、どうですか。いいですね。もうだって何年ぶりだろう。そうですね。あの、もう何年ぶり？3年ぶりですよ。みんな待ってたでしょうね。見たよ、どんな方たちが買うお店なんですかね。ちょっと謎はちょっと多いですよね。ちょっと謎がいっぱいあるんで聞いてみましょうか。わかりました。じゃあ入ってみます。なんかお家の方のお名前があるんですピンポンってすいません、失礼します。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは、お邪魔します。お邪魔します。いらっしゃいませ。わ、すごい。ザ祭りって感じですね。うわ、ジーチーがすぐよ。にぎにぎしいですね、店内が。いや、これはすごいね。お祭り用品だけかなと思ったら、手ぬぐいとか。そうですね、あの、和雑貨も少し置いてます。すごい、あと提灯もすごい飾る。はい、わー、これは夏が来ましたね。西村さん、来ましたね。あ、素朴な疑問の一つ、うん、このお店は年中このムードでやってるんですか。そうですね、ほぼ年中。一年中祭りを売ってるんですか。はい、そうです。ちょっとじゃあちょっとずつ見ていきますか、はい、せっかくなんでね。もう本当にいろいろなものがあるんですか。そうですね、あのこういった手ぬぐいはちょっと自慢なんですけれども、はい、種類がとても豊富で。本当だ、はい、もうほら夏にぴったりのスイカとか気持ちがいい。あと金魚柄の手ぬぐいもありますし、かわいい、ちょっと欲しくなりますね、はい、これもオリジナル。そうですね、はい、ま、上に日本がありますけれど、はい、これ何ですか。引山に関係することですね。あ、だから名前が、はい、引山手習町って言います。手習町、はい、で隣のカンカン坊、あ、はい、見ます。お祭りのお父さんとか。そうです、そうです、ね、院長さんが被るんですけれど、あ、そうなんですか。そうです、そうです。あ、院長さん、そこにもありますよね、はい、これね。あ、本当だ、こちらですね。これ院長さんってことは男性が被るんですか。そうですね。じゃあちょっと西村さん、私お父さん、こあと貯金持ってます。お似合いです。貯金持つんですよね、きっと。はい、本物は。え、これはどういう役割の方なんですか。これなんですかね。これはあの町内のその年の一番偉い方。夏が来ますね。どう、祭りが、はい、どう、祭りだってやつ。祭り、ちょっと虫取りに来た人。確かに似合う、うんうん、虫取り来ましたっていう。すごい、提灯もね、使ってるなって感じします。新使い込んでるよ。ちょっとそうですね、ちょっと年季入っちゃってすみません。これがカンカン棒。はい、そうです。そうですね。あとは、あとそうですね、代表下にありますが北音頭、ね、代表的な踊りですね。はい、そうですね。そうですね。その隣が音頭上げですね。山を運行するときに先になって声をかける人ですね。はいはいはい。あとわっぱとか盆踊りですとか、うんうん、そういったもの、代表的なものをちょっと、はい、並べました。じゃあとりあえずまずこれをこう入手すると。そう、わかるね。これを入手すればもう現場に行くということですね。そうですね、あのよくわかりますよね、初めての方も、うん、そうです。その中にこういった感じでいろいろ説明書きもありますので、これを持ってればもう大丈夫です。カンカン棒はそうだ、責任者だよとか、はい、ああ、そうなんだ。波、小道具だよとか。
これいいですね。はい、プレゼントにもいいと思います。はい、いいでしょうか。じゃあその曳山祭りの祭りグッズはもちろんですけど、はい、もうこんなにたくさんあるともうどこに何があるか分からなくならないですか。そうですよね、はい、なんかちょっと宝探しみたいな感じですごい楽しい、はい、楽しい、いろいろご覧になっていただければ。はい、この引き出しの中に入っているのも手ぬぐい、はい、そうですね、こちらも手ぬぐいですね。そうですか、なんかすごく、ね、雰囲気のあるタンス。タンスもね、なんか、はい、これは ご自宅のだったりしたんですか。友人の骨董屋さんから、はい、買いました。なんか刀が入ってたらしくて。あ、はい、刀、はい、あら、今はもう手ぬぐいに変わりましたけども。そうですね、はい、歴史を感じる、はい、そうですね、扇子ってどういうシーンで使うんですか。扇子ですか。扇子、うん、はまあ青い、暑い時に仰ぐのと、うんうん、あと物によってはあのこっちだよみたいな、あ、誘導の時、そうですね、そういう扇子でこうやって誘導することもあるんだ。こういう大きいのですとそういうふうに使います。波、これは波ですね。こういうふうに西野さん見やすい。あ、そうですか。カンカン帽を握り締めてるんですか。そうですね、カンカン帽もかぶって、カンカン帽を握り締めつつ、こうやって、おー、いい、なんかあっぱれあっぱれって殿、ね、殿参りましょう。なかなか復活があるっていいですね。いい、いい、すごい、かっこいいですよ。うん、カンカン帽本当に気になる。はい、なんかちょっと本当に目移りしてしまうけれど、そうですね、でもやっぱ昔ながらのほら、あ、本当だ、お写真が、ちゃんと写真とパネルになってるね。そうですね、これだと何年前からの、うん、これは市政100周年の時 の、うん、あの神社に沖山を飾ったんですけれど、うん、それの写真です。こちらは明治ですかね。明治、うん、電線のなくなる少し前の寸前なんですね。そうですね、はい、形がなんか何ですか、そびえ立ってる感じ。そうですね、高い感じしますね。20メートル以上、うんうん、これ特別だったんですか。そうですね、今かなりじゃ規制して小さくなってるってことですね。電線ができてからは電線超えてるもんね、はい、私なんか倉田さんの背後にも、はい、写真の、うん、ね、山の前とか、これは、これも沖山だと思うんですが、あ、はい、かなり昔の、エジプトとかじゃないんですか。違うんですか。これはそうですね、なんだろう、山ですか。これも山ですね、これ全体が沖山になってて、でかい、ねぶた祭りとかあの辺のイメージだね、こうなるとね。ね、こちらもですね、沖山、なんかちょっと形ってやっぱり昔のその執念というか、祭りにかける熱意っていうか、このぐらい大きかったんだって見えますね。そうですね、エネルギーの塊ですね。面白い。どれくらい前から通常普段だと準備したりとかみんなしてるんですか、はい、祭りに向けて、まあ、集まったり踊りの練習をしたりとか、うんうん、そうですね、春先あたりから始まる。春からも、そっか、そ、ね、夏のことを考えて、はい、冬からかもしれないね。そうですね、まあ、衣装とか考えると、うん、まあ、前の年から考えて、うん、衣装もじゃあ毎年変えたりするんですか。毎年、まあ、変える方も個人的にはいるかもしれない、そうなんだ、うん、基本的にはコスチュームはここのバービー人形というか、あ、バービーね、あ、バービー家へ行ってやってますけど、父崎は基本まあ浴衣祭りって言って、あ、そうですか、浴衣なんです。浴衣なんですよね。そうですね、でも踊り山って言って夜の部になるとやっぱり激しく動くので、うんうん、反転を切られたりとか すごいバービーたちがちょびひげこんな運命になると思ってなかったですよね、あの、はい、相方もね、でも妙に似合う、似合う、あ、そうですか、うん、似合う、そう遊ばせてもらう。これはキーズのためのもの、あ、これピクサーって書いてる、え、なんか トイ系もあるんですね。そうですね、トイ系ね、はい、かわいい、手ぬぐい屋さんとのこうコラボで、あ、はい、面白い、これなんかこういいよね、ほら、何それ、あの子供用のあれ、あ、いい、恋口シャツって言うんですよ、ね、はい、恋口シャツちょっと見せよう、いいよね、ほら、お、これなんかいいよ、これ本当だ、これ来てやっぱり子供たちはそうですね、はい、遊びに来たりとか、いきなりキッズお祭りで、バージョン、
祭りでも着る。お祭りで着ます。はい、お祭りで着るんですね。はい、お祭りで着ますね。これたくさんあるよ。